今日はですね、その、これ、去年の12月に出た本で、そのマルクス・ガブリエル、欲望の時代を哲学するという、NHK、あれですね、出版新書です。で、このガブリエルっていう人は、すごく若くてですね、いわゆる、ドイツのボン大学の教授になったという人で、その NHK ではこの人を登場させる番組をいくつか作っています。で、その、これは去年の7月に放送されたその BS1 のスペシャル「欲望の時代の哲学マルクス・ガブリエル日本を行く」という番組ですね。これが一つ下地になっていると。それから12月の27日にですね、Eテレで流した欲望の哲学史序章マルクス・ガブリエル日本で語ると、この2つがですね、この本のベースになっているということです。で、この本の著者はその、プロデューサーですね、丸山俊一という方が、この本の著者になっています。それで NHK はですね、最近その、ハラリとそれからガブリエルとこの2人をですね、たびたび取り上げているわけですけれども、この2人の考え方っていうのはその真っ向から対立するものだと言っていいと思うんですね。で、ハラリはそのホモデウスでも、その例えばそのデータイズムがヒューマニズムにとって変わるというふうな、 いわゆる科学主義の立場に立つと。ところがこの科学主義を批判するのがそのガブリエルのですね、真実在論というふうな、ことを言う人です。で、この本の中でも真実在論というのが紹介されているということなわけですが、結局この2人の対立する考え方っていうのが今の時代をどっか大きく大きな課題になっている問題なんじゃないかと、そういうことでですね、この2人をさまざまな形で取り上げようとしているんじゃないかと、そういうふうな受け取りをしました。で、このガブリエルっていう人は80年生まれですね、1980年生まれで、29歳の時に、史上最年少でボン大学の哲学科教授に就任していると。で、彼はもう非常に複数の言葉ができると、いわゆる英語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、中国語を自在に操りですね、またその古典語、古代ギリシャ語、ラテン語、聖書ヘブライ語などにも習熟していると。まさに天才哲学者というふうな言われ方をされているそうです。で、著者の、丸山という方はですね、彼の真骨頂はフットワークの良いフィールドワーク的な知の在り方であるというふうな紹介の仕方をしています。で、その この丸山さんの言うにはですね、その社会の流れの悪いところを見つけ出して、その滞ったものをほぐす、そして流そうとするっていうか、知の生態史、いわゆるその生態術ですね、とも呼んでいるというふうなことです。で、この本は3つのブロックからなっていて、1つは彼が日本に何回か来てるんですが、その日本の観察記ですね、東京、大阪、京都についていろんな講演をしたり対談をしたり取材を受けたりっていうことをしているわけですが、その、3つの都市を回った1つの、観察記みたいなものが、もう一つは、彼が戦後哲学史講座というような形で語り下ろしている部分です。それから3つ目がそのロボット工学者の、大阪大学教授の石黒博さんとの対談と
いうんで、この本は、まあ、構成されています。で、そのまずその彼が日本をどう見たのかということで、もう非常にたくさんのことがあるんですが、まあ、いくつかの点だけ、まあ、拾ってですね、紹介すると、まあ、一つはその彼の言ってるのは、まあ、静寂と混沌っていうふうな捉え方を繰り返し語っているんですね。その日本を旅している中で、経験できることの一つは極度の、平穏、つまり地の中にある瞑想に近いような静けさと、ものすごくクレイジーな混沌が興味深く混在していることだというふうに言っています。だから84ページにもですね、その静寂が叫んでいるというふうな込み出しがありますけれども、例えば、まあ、お寺などの、 あの静寂さと、から秋葉原のカルチャーやパチンコ店での騒音のが、まあ、混在している、まあ、日本社会ですね。彼は、まあ、それに驚いているということだと思うんですね。それからもう一つ、その日本社会を見て彼が社会的な監視レベルが高いというふうに、それは、まあ、家父長的な国家の仕組みと関係してるんじゃないかというふうな、言い方です。で、日本で経験したことで時に調和が取れていないと思えることがあったり、また自由平等の理解が欠如していると思えることがあったというふうに言っています。それはちょっとしたことで社会秩序が壊れてしまうのではないかという不安に起因しているかもしれないと、まあ、そうした恐れが生まれる理由にですね、非常に家父長的な国家の仕組みと関係しているようだと、で隅々まで高い監視の目があるということにつながっている、息をつくスペースを開けた方が良いのではないかと、この辺はまさに地の生態史と呼ばれるだけのことはあるというふうに受け取りました。そしてその後彼はそのヘーゲルの権利の話をするんですね。法律のルールの基礎にある権利は自由意志によって与えられるはずだと、自由意志の尊重、それが権利の概念の根本だと、民主主義的な社会が欲しければ他の人たちに多くのスペースを空けなければならないというふうに言います。日本には明らかに閉まったソーシャルネット、社会的な網があると、で動けるスペースが限られていると、そこから抜け出せばですね、社会でのメンバーシップを失う、まあ、それを恐れると、まさに日本社会における、まあ、非民主主義的な要素だというふうに言うわけです。で、その前にガブリエルはですね、民主主義について2つの層があるというふうに言っていて、この2つの層の間に混乱が見られるというふうに言うんですね。で、1つの層っていうのは法律による支配ということです。まあ、この層のレベルではですね、民主主義は民衆のものではないというふうに言います。で、民主主義のもう1つの層、価値制度、価値体系で、それは自由平等連帯というような基本的な考え方だと。で、法律の支配下にあるが自分の行動を支配するのは自分だということだ。で、私たちは平等に自由であること、それが法律のルールに反映されなくてはならないと。で、まあ、連帯についてはですね、民主主義の中では福祉の概念に組み込まれているというわけです。で、民主主義の混乱の一つに、その民主主義は多数決だとする考え方があると。しかし倫理の土台がなければ多数決は無意味だと。で、それが一つの例として、赤ん坊を殺すか否かで投票などはしないと、またそんなことはできないと。結局彼はですね、どっか他のところでこんなこと言ったと思うんですが、そのドイツはですね、その敗戦後の憲法の最初の一文に人間の尊厳は譲れない権利だというふうに入れたっていうわけです。これは戦前の反省を込めたものだと。
で、法の支配の土台に倫理を置くべきだという考え方があるんだろうというふうに思います。それからその彼の、まあ、日本の印象としてはファイアウォールっていう、まあ、防火壁のですよね、普通壁ですね。その言葉を、まあ、いろいろこう使うんですね。その日本のファイアウォールが結構高いっていうふうに言います。例えばその福島にまつわる、まあ、議論ですね。それを、まあ、西洋社会、まあ、それは結局西洋社会に明らかにしたっていうのは、結局福島の議論っていうのはやっぱどっか閉じてるんじゃないかっていうふうな、そういう受け取りが西洋社会にあると。で、福島の議論がですね、問題解決になってないと、十分な日本以外の世界中でそう感じていると。日本は世界に対して責任を負っているはずで、この問題は日本だけで解決できる問題ではない以上ですね、壁を高くしているのは問題だっていうふうな、まあ、意見です。その原発事故の問題ですね、その情報も壁があってですね、事実が見えないようになっているって、まあ、そういうふうな指摘ですね。で、高くて複雑なファイアウォールは想像以上に不利益であるかもしれないと。で、そのためにその彼はまあこういうたあのこと言うんだよ、ファイアウォールの攻撃方法っていうのをまあ伝授するわけですね。で、このその個人としてまあ小さなウイルスとして行動するんだと。で、例として映画のマトリックスのネオのようにというふうに言うんですが、この映画マトリックスっていうのは、まあ、あのご覧になった人たちも多いと思うんですけど、一種の、 あの現実だと思ってることが実は仮想、コンピューターの反乱によって仮想者空間になっていると。で、それと現実っていうことを逆に発見して、その作られた仮想空間を倒すために戦うって話が、確かそういう話で展開されていると思うんですけど、そのここに登場するネオっていうのは、もともとそのプログラマーで、裏でそのハッカーのようなことをやっている人物ですね。で、彼がそのこの仮想空間を作っているもの、コンピューターに対してですね、戦いを挑むというふうな形で話が展開していくんだと思うんですが、まあ、その時のまあネオのような形でまあ戦うんだと。で、権力と柔らかく向き合って戦うんだというふうに彼は言うわけです。そしてそのこの言い方、非常にこうまた面白いんですが、から周りに虚無的で反民主主義的な会話を見かけたら、ノーということが大事なんだというふうに彼は言います。この辺がね、非常にこう、アメで若々しいというふうに思うし、なるほどというふうに思うところです。その後ですね、その、いわゆる戦後哲学史講座っていうような形で、その第二次世界大戦後のですね、哲学の流れを、まあ、講座風に解説しているわけですが、ここのですね、ここでまあその彼の新実在論っていうのを紹介されると。ところが僕はここを読んでですね、彼にとってはあの分かりやすく語っている言葉なんでしょうが、非常に分かりにくいというのをあの感じました。ですから、まあ、これはまあ僕なりに感じたこと、あるいはまあ一般的にこうやって捉えられているということを含めてその紹介していきたいと思うんですが、まずあの実存主義です。で、最初は大戦直後ですね、大戦直後に、まあ、サルトルがまあ自尊主義ということを言うわけです。で、この有名な言葉が、まあ、実存は本質に先立つっていうふうに言うわけですね。で、まずあなたが存在するんだと、そして自らが人生に意味を与えるんだと、まあ、そういうことだ。で、
まあ、そこでですね、本性をちょっと分かりにくいんで、これあの海老坂武さんが出てきていた NHK の100分で名著っていうのがありますが、ここでまあ自尊心とは何かっていうふうなことを言ってる、そういう番組があって、ちょっとそこから借りるとですね、その第二次世界大戦という、まあ、未曽有の体験経験によって、その既存の価値観が大きく、まあ、揺らいだヨーロッパです。で、人々はもう、頼るべきよすがを失い、根源的な不安に直面していたと。で、意味や必然性っていうものを剥ぎ取られた不条理に、まあ、さらされるわけですね。人は一体どうやって生きたらいいのかと。その時にサルトルはですね、その根源的な不安に向き合って、その乗り越えるために実存主義っていう新しい思想を立ち上げると。その人間の本質はあらかじめ決められておらず、実存、まあ、現実に存在することが先行した存在である。だからこそ人間は自ら意味付け行為を選び取り、自身で意味を生み出さなければならないと。これは、まあ、陶器というふうな、まあ、そういうふうに宣言したと。これは、まあ、1945年10月にですね、サルトルは講演で実存主義とは何かという講演をする。で、その後ですね、世界中で彼の著作は、まあ、出版され、まあ、代表的な、思想となっていくということですね。で、その次に構造主義ということなんですが、そのガブリエルは確かに実存主義は素晴らしい考え方だが、同時にその問題もあるというふうに言います。ここで主体と構造という話が出てきます。で、実存主義は主体が人生に意味を与えると主張する。まあ、ここまではいいと。しかし社会を動かし歴史を変えるということが出てくるようになるとですね、批判が起こってくるというわけです。で、批判したのは構造主義の立場に立つ、まあ、文化人類学者のレヴィ・ストロースだと。で、社会の、まあ、底にはですね、見えない構造があって、個人の考えはその構造によって決定されているということがあるんだという考え方ですよね。で、サルトルは、まあ、西洋中心の歴史観を持っており、人間の自由と主体性を重んじる実存主義者として注目を浴びたけれども、そのレヴィ・ストロースの批判によってですね、社会的な影響力をまあ失っていくと。まあ、これを契機に実存主義に変わって、まあ構造主義っていうのはまあ非常に注目されていくということになるわけです。しかし、この構造主義にも一つ問題点があったと。で、まあ、1960年代末期末にですね、その歴史の流れを変える大きな動きが起こってくると。一つは、まあ、中国の、文化大革命、それから1968年一つの頂点 となる、まあ、いわゆるスチューデントパワーの動きで、これも世界各国でですね、大学紛争が同時的に起こってくると。で、このことによってその哲学の風潮が変わってくるということがあるということです。そしてその次にポスト構造主義というものが現れる。この代表が核が、まあ、ジャック・デリダだというふうに言うわけです。で、まあ、ここもですね、ちょっと一般的な解説として紹介しますけれども、その、まあ、ジャック・デリダっていうのは、彼の哲学方法である脱構築、この脱構築っていうのは、その絶対的な価値観を相対化する方法だというふうに言ってもいいと思うんです。で、このデータの、まあ、脱構築っていうのは非常に世界的な影響を与えていくと。いろんな分野にですね、文学、社会思想、精神分析、芸術、歴史など広い範囲にわたって、まあ、影響を与えると。で、そのデリダは、そのいわゆるプラトン以来の、ロゴス
まあ、言葉あるいは理性をもとに打ち立てられた、まあ、西洋の形而上学の閉ざされた巨大な、まあ、建築物を解体して脱構築を狙うと。そしてその構造主義を西洋形而上学の最も古典的な基準と結びついた記号、まあまあ、表象、神業の囚人であるとして非難すると。でロゴスとは、まあ、神の言葉であり声である。この音声ロゴス中心主義がエクリチュール文字言語を貶め抑圧してきたと。でこのことをですね、このことに、まあ、デリダは、まあ、激しく反発すると。で、グラマトロジーについてと根源のあなたにという、まあ、本がありますけれども、このグラマというのは、まあ、書かれたもの文字すなわちエクリチュールについての、まあ、学を提示するんですね。でその発せられたと同時に消えてしまうそのパロール音声言語の再現であるとされる、まあ、エクリチュールはですね、その痕跡を通して過去を再現しパロール音声言語を、まあ、代表する。この痕跡であるテキストはですね、ありのままではなく差異を生み出しその意味はずれ続けていく。こうしたその差異の戯れという、まあ、概念装置がですね、デリダ思想を、まあ、特徴づける差縁という言葉、これは、まあ、差異、空間的な差異と、まあ、遅延、時間的な遅延ですねを合わせた、まあ、デリダの造語、再演という言葉ですが、そういう言葉が、作られると。でエクリチュール、それからテキスト、才の戯れ、再演とこうつながる。で再演というのはですね、結局他者と関係するがゆえにそれのみでは存在できず、このヨーロッパで、まあ、伝統的だったその一種の二項的な対立、内部外部同一性差異パロールエクリチュールという、まあ、階層的な二項対立の形而上学的形而上学システムというのは解体されるんだと、まあ、これが、まあ、脱構築だというふうに、言うわけです。で、まあ、このデリダのこのような、まあ、構造時間歴史の概念を壊してしまったらですね、今度はどうやって何らかの形で現実が存在することをを理解できるんだろうかと。で事実をまた永遠に提出することができないことにならないかと。でガブリエルはですね、ここで強調するのは事実は時間を持たないということだと。この辺りから、まあ、真実在論への、まあ、導入が進んでいくわけですが、ここでその映像に、まあ、想像上のユニコーン、異覚獣が映し出されていると。で、真実在論はですね、ユニコーンは存在していると、動画の中にというふうに言うわけです。で、ユニコーンを見たあなたの心の中のイメージも、まあ、存在しているし、それを見た別の人の心の中のイメージにも存在していると。現実は物からのみ成立しているわけではなく、イメージからも構成されているというんですね。で、ガブリエルの真実在論というのは、その、いや物理的な対象だけでなく、それに関する思想、心、感情、信念、さらに、まあ、ユニコーンのような想像上のものでさえも、まあ、存在するというふうに考えると。で、この、ガブリエルの真実在論というものを、まあ、生むきっかけっていうのは、これは彼自身が言ってるんですが、2001年の同時多発テロ、2008年の、まあ、リーマンショックなんだというふうに言うわけですね。で私たちは、経済体制そして自由民主主義という概念自体が陥った深刻な危機の余波を受けていると。1980年代の新しい経済体制として、
まあ、新自由主義が登場してくるけれども、これはポストモダンという総潮流として親和性が非常に高いものだったと。でこのポストモダンっていうのは、まあ、ポストモダンの条件という、まあ、の著者である、ジャン・フランソワ・リオタールっていう人はですね、ポストモダンをその近代の大きな物語の終焉だと、語ったと。でそれまでこれまで信じられていた近代の諸価値を全て相対化したということですね。でポスト構造主義っていうのも、ポストモダンの一つだと言えるわけです。それで、まあ、新実在論ということなんですが、このポストモダンの、相対主義を超えるものとして、構想しようということだと。で、本書では、まあ、相対主義を道徳的相対主義を例で、まあ、説明していると。で相対主義者はその道徳観の善悪を決する基準などないというふうに言うと。すると善意などがないわけですから、結局征服するっていうふうなことになってしまう。真実実在論はこれに異議を唱えると。そこで引き合いに出されるのが、子供を拷問していいのかという問いであると。それがいいはずはないし、そんな選択肢はないと。でそうなると絶対的な道徳的な事実があるということになると。道徳的相対主義は正しくないということだと。道徳的事実とは他人の立場に立ってみれば分かるというので、自分がされたくないことは他人にすんな、これはまあ古くからある黄金律でもあるわけですね。でガブリエルはその道徳観を形成する上で絶対的に重要なのは知識と科学だというふうに言います。で理性的な人はテーブルに全ての事実を議題に挙げればですね、その異を唱えるものはないと。状況を全て説明すれば、で何をなすべきかも、まあ、分かってくるということですね。そして、自らの知る能力を失ってはいけないんだというふうに、まあ、警告するわけです。でこのポストモダンの悪しき利用者として、まあこの中でトランプっていうのは結構ね上がってくるんですけども、まあ、私たちが知っていることを本当は知らないと信じ込ませようとする。で知ることが不可能とか難しいと考えるようになったら、直ちに道徳観を理解することが難しいと考えるようになるだろうと。そして道徳的間違いを犯す可能性を高めてしまうと。で危機の時代だからこそですね、理解してほしい、まあ、哲学的結論というふうな、ことで言っていることが非常に印象に残りましたけれども、彼は、まあ、民主主義、気候変動、まあ、中東の破滅の可能性など、まあ、今危機があるわけですね。新しい観念が必要になってくるんだと。何が起こっているかを、まあ、理解する必要があると。そのための哲学が求められていると。で次のように言います。これはもう引用なんですが、僕らは今こそ本当の事実を見つけ出すため、人類全体として力を合わせ始めなければならない。経済的事実、宇宙に関する事実、そして道徳的事実。もし僕らが何か事実が、何が明らかな事実かを知りさえもしなければ、民主主義の出番など絶対ないだろうと。なぜなら民主主義とは、まあ、乱暴な要約をすれば、僕が明白な事実の政治と呼ぶものに基づいているものだから。そして、守るべき価値なんだと。民主主義は人々が実際に知っていることを集め、僕らが実際に知っている点と点を結び、現実の系統的
解釈を考え出す。そして、現実の系統的解釈の上にのみ、つまり特に現実がどのようなものかを知ることなどできない、まあ、そういう、まあ、幻想を乗り越える解釈、その基礎の上にのみ、僕らが時代における大いなる疑問に、答え始めることができるんだと。でポスト事実の、まあ、時代の危機に立ち向かうには真実を理解する努力が必要になるということだというふうに受け取りました。それで最後のですね、ロボット工学者の石黒浩さんとの、まあ、対談のところで、まあ、一つの興味、メインのところはこういう話だと思うんですね。石黒さんはですね、その人間は動物プラス技術なんだというふうに言うと。で、ガブリエルさんはですね、動物にならないようにしているのが動物なんだというふうな、まあ、そういう、2人の考え方が出てきます。で石黒さんは人間は技術を使う動物だと。だからまあ動物プラス技術が人間だと。もし技術を使わなければ猿になってしまうと。だから将来ですね、人間とロボットの境界がいつか消えてしまうかもしれない。でこれまで、まあ、人間は2つの方法で進化してきたと。一つはまあ遺伝子、もう一つは技術だと。で今日人間活動の 90% は、まあ、技術に支えられると言ってもよいと。将来人間はロボットに近づいていくことになるだろうと、まあ、こういう意見ですよね。これに対してそのガブリエルは逆の見方を提出しています。で、まあ、人間は、まあ、一生懸命動物にならないようにしている動物であると。で自分の人間性を否定する望みほど人間らしいものはないというふうに言うわけです。でだからこそ、まあ、技術があるんだと。人間が技術と同化するような状況には絶対に ならないと思うし、また、そうするべきではないと。私たちの価値の原理はですね、まあ、進化論の祖先に遡るものだと。確かに祖先は、猿だと思う。それが私たちの倫理の由来でもある。倫理が存在する理由、そして価値に、興味を持つ理由は私たちが猿の一種だからなんだと。技術を発明した猿、今その技術が私たち、に背くものになろうとしてきていると。技術のロジックがですね、進化の力となったとき、私たちの倫理意識を滅ぼすことになると。こういうふうに言います。で こういう、まあそのガブリエルのこの倫理意識っていうのはですね、もっとよく検討してみることに値するんじゃないかというふうな、まあ、そんな感じを受けました。とりあえず、